んからです。はい、やり残したこと、それは英会話ができるようになることです。英会話ね、あるよね。英会話、あと話は変わりますが、今渋谷のモアイ像がルパンによって盗まれている。なんからしい、どういうこと、あれどういうこと、本当にモアイがないんですよ。なんで、誰を持ってたの。ルパン、なんか PR してんじゃん。ルパン、ルパン、何の CM なんそれ。どうせパチンコとかじゃないですか。いや、思ったんですよ、どうせ言うなよ思ったけど、ダメです、違います。なんかサイトがなんかあるみたいですね。パチンコのもらっていたぞみたいな。あ、そうなんだ。あ、そのニュースかなんかで見た、なんか、あ、そう、面白い。あれ、渋谷のビジョンとかでも持ち上げられるんですね。すごいね。で、そこで持ち上げたところになんかルパンが盗みましたみたいな。あ、すごい、すごい、面白いね。すごい、見たことないのは。キャッツアイじゃないんですね。じゃあ次、ペンネーム島根の創生さんからです。ありがとうございます。今年に限らず婚活過去結婚です。おー、でしょ。野球部の監督が特にうるさく言ってこられ、うん、野球で勝つよりお前の結婚の方が大事だとまで言う始末ですって。公務員の人とか大変そうだよね、うん、結婚ね。そう、そろそろなんか婚活ってどうするんですか。婚活って何をするか。あれ、その婚活のなんとかサイトに料理合コン、それスーちゃんに聞いたら詳しいよ多分。何料理合コン、なんか4対4とか5対5でみんなでクッキングをして、うん、クッキングしながら話を盛り上げて、あ、男の人も料理する、島と一緒に。で、そこの中でこう細かいね、この人とかいろいろ見つけていくっていう。そんなことで人間見ないんだよね。そうなんだ。あ、でもさ、男の人はさ、なんかあの料理できる人がいいとかそういう希望がきっとあるでしょ、みんな。うん、そういうところで見える、ね。そうなんだ、ね。あ、この人できる。千切り細かみたいな感じ。そう、も料理とか作ると性格出るの。わかるかもね。そんなんさ、見なくていいとこじゃない？いや、でも結婚したら見なきゃいけないもんね。そうですよ。いや、わかんないって、ちょっとさ、会社から帰ってきてさ、こう出来合いのものとさ出されてもさ、美味しいねみたいな。いや、大体わかります。わかるよ、大体わかります。いや、料理得意じゃん、だって別に一応いいじゃないですか。でもガサツだけどね、多分。なんかもう今日こんな4人集まってガールズトークね、完璧に結婚とかについてね、大体普段ね、語っちゃうね。あれだよね、仕事の現場の空き時間とかこんな感じで。そうね、すみません。でも出来合いのものも美味しいんですけど。では次、ペンネーム起きて寝てノルシェさんからです。新しい、ね、ありがとうございます。これ面白いですね、この辺ね。今年やり残したことですが、まだまだいっぱいあります。うん、今月のライブイベントチケットがバニビワンマンをはじめ8枚プラスアルファあります。うん、これを消化しないと年を越せません。え、どういうこと。いや、めっちゃいろんなイベントに行くってことです。ああ、すごいね。すごい、8枚1ヶ月で8個も行く、すごいですね。お金が持たないよね、なかなかね。私週1で行こうと思って今2週目です。ライブを。おっ、そう、うん、すごいじゃん。何見に行くの。行ったの。え、アンカーうん、いや、そっか、この前の高円寺杯かでしょ。うん、それからヒルズ見に行ったでしょ。うん、そうね、ね、そんな感じでも、これでもう終わっちゃうから。じゃあ次、ペンネームしがないレポ書き職人のアンパンチです。はい、趣味はドラマ、映画のエキストラの出演。ほうほう、今年やり残したことは、うん、北欧の風に乗ってきたのパクリの小麦の風に乗ってきたの続きを考えることです。うん、なかなかうまくはまるフレーズがなくて、アンパンマンの風って言われて困難。うん、なんとかワンマンのライブまでには決めなくっちゃ。あとはお部屋の掃除ですかね。うん、そうね、部屋の掃除ね。それこっち考えてあげようよ。小麦の風に乗ってやってまいりました。丸顔で、愛と勇気をなんじゃらかんじゃらするみたいなの。そっちもいいかも。美味しい匂いがするとか。いいですね。うん、小麦の風に乗ってやってまいりました。ちょっと焦げた顔がみたいな。ちょっと焦げた香りのする。じゃあ来週焦げた香りのする。まとめてもう一回メール送ってもらえると、はい、アンパンさん楽しみですね。ね、では次、ペンネーム、はい、コインケスギさんからです。ありがとうございます。今年やり残したことはズバリ、コインケスギ、パーフェクトボーリーを、パーフェクトボディを手に入れなかったことです。パーフェクトボディですよね。もっともっとトレーニングしてアクションスターとしてビッグになり、いつか親父を超えてみせますよ。ではでは、アデューさん。パーフェクトボディ。すごいね。誰かモノマネやってますよね、パーフェクトボディ。アクションスターになりたいんだって。へぇ、すごいね。頑張ってください。お父さんもアクションスターなんだ。超小杉さんですよね。それ、金小杉。いや、それ、本人じゃないんだよ。なんでさ、すごいね、バンドエイド貼ろうとしてんの。血が出てきた。あ、そう、ああ、ささくれ痛い。うん、す
すごい。はい、では次お願いします。はい、ペンネーム、ソーセンさんからです。はいはい、ありがとうございます。今回のお題ですが、ズバリ通販で買ったマイクロダイエットです。今年初め通販番組載せられて半分ノリで購入しましたが、うん、なかなかスタートできずだそうです。あ、でもマイクロダイエットは確実に痩せます。何マイクロダイエットって？え、飲むやつ。あの、ともあれは DHC でしょ。マイクロはもっと違う。あの高いやつですよね。アンナさんのやつやと高いやつ。私高校生の時買ったら、そう、私も二十歳の時それで一回痩せたんだけど、また高いよ。1週間で1万6000円ぐらいかかるから。高い。いや、もう痩せる。でも賞味期限を確認したら先週で切れてました。あ、大丈夫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 。まだ大丈夫、いけるいける。飲んだ方がいい。いけます。おい、大丈夫大丈夫。無駄にしちゃいけない。そうですね、高いもんね。いらないんだったらください。逆に切れててもいいです。はい、切れててもいい。そっちの方が痩せるみたいな。こらでは次、はい、ペンネームがわかんないですよね。もっさりさんじゃない。あ、もっさり、あ、もっさりさんだ。ありがとうございます。今年のやり残したことですが、たくさんありますが、直近が目標額に達しなかったこと、うん、肩を壊してウェイクボードの新しい技をほとんどメイクできなかったことですかね。って貯金ね。みさちゃん貯金いくらぐらいあるんですか。貯金ないよ。ないでしょ。してないと思う。貯金わかんない。貯金、貯金とかしてもないでしょ。そっかそっか。ある。いつしてる。いつ。じゃあ次、ペンネームハミルトンさんからです。はい、今年やり残したことは、ライブで我を忘れるほど弾けることです。23日のライブでは弾けたいです。ぜひぜひ弾けてください。来年我を忘れるほど、または年末の幕張で。おお、感じられたじゃん。うん、あ、いいな。以上ですか、お題は。はい、ありがとうございました。ありがとうございます、皆さん。私たちの今年やり残したことは、はい、言ってください。まだちょっと一人一個ずつとかね。今年やり残したことね、ずっと決まってる人から言いますね。はい、どうぞ。これ一個は個人的なもので、うん、勉強をあんまりしなかったこと。あ、そう。うん、私大学に入ってから年を重ねるごとに勉強しなくなって、まあ、みんなそうです。そうですかね。はい、もう今年なんて最悪で、机に向かった時間なんてもう何時間あるかないかとか。でもね、大体1年生のうちに単位取ってから大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。それをなんか思い返すと心が痛くなります。大丈夫です、すごく。で、もう一個はやり残したことというか、まあ、ワンマンですね。うん、まあこれからね、うんうん、もう2週間後に来ますからね。そうなんです。それかなって感じですかね。それ以外は特にないです。ああ、いいね。OK、はい、じゃあすーちゃんいってみようか。やり残したこと本当にないです。ないですか。ないないのないの。全力で走ってましたもんね。そう、よかったです。そう、いい1年でした。お、いいね、かっこいい。そう、行ってみたいわ。ちょっと駆け抜けた1年。やだやだ。なんでこと、どうですか。よくわかんない。でもそういう風にね、言うところが私はスーちゃんとって素敵だと思う。ね、そうね、やっぱよかった、よかった、うん。でもさ、まださ、あと3週間でさ、やんなきゃいけないこと結構あるでしょ。ありますね。もう大体さ、年賀状だし、それから私はさ、その前にさ、今社長からメール来てさ、お前バニビのインビ送ったかって言われて、はい、今やってます、みたいな。そうですね。遅れてないところもいるしさ、関係各所そうですね。とかさ、はい、そういうなんか年末のさ、あるじゃん、そういうの。ああ、わかる。もう年賀状が毎年嫌でやる。年賀状じゃないよ。あと、ケイリーからさ、厳選の、何あれ、出せとかさ、言われたりさ。ありますね。もうなんか、ほんと嫌だ、年末。そうですね。